先生見た時すごい若いなと思ったの。今教頭先生若いですね。若いなと思った。自分が小学生とか中学生の頃は大人に見えたじゃん、おじいちゃんみたいな感じ。おじいちゃんだったよね、教頭先生とか校長先生。このラーメンうまいですよ、浜トーン。おお、すごい。昔から昔からあるっていうことはやっぱり儲かってるってことは。まあなんで、やってないんですね。もうあ、どうなのかな今。うん、どうなのかな。これ昔これでなんで、もう中学って、はい、約14歳、12歳、はい、だろ。もう約50年前ですよ。すごい老舗だね。だからやってるってことは、すごい。でも綺麗だね、ちゃんと綺麗だね。ほら、こんな感じ。わ、広い、ここも。すごい。最高なんだよな。本当はほら、雲がなかったらここにパーンと富士山なんだよ。素晴らしい。なんで今日、あそこだけが。ほら、もうさ、小学校もそうだけど、寂しいよな。もう、子供がいないんだよな。あれ、今何クラスなんですか？今聞いたら、やっぱりもう、2クラスって言ったかな。我々の時はもう6クラス以上だったから。すごい。だからましてはこの時間、だったらもう、にぎやか、部活動がもう、みんなやったんだもん。だからあのバックネットワークも全然変わってない。だから昔はあんな家なんかなかったんだ。向こう田んぼだったもん。はあ、うん、そうなんだ。家がいっぱい建って。そしてもうあそこがバックネットでね、そして あっちがテニスコートがあるんだ、レフト。そして俺はこの中学、はい、時にあそこから校舎にぶつけたんだよ。あそこでとか。そしてそれで好きな女の子が、はい、だからトラさんだもん、すぐ好きになっちゃうの。分かる分かる、大丈夫。そしてあそこのテニスコートに綺麗ね、可愛い子いたから、いつも振り向いてくんねえから、俺はわざとあそこに打ち込んだよ。そんな思い出があった。で、結局振り向いてくれました。そんなね、だから、ね、校舎の位置とか、このグラウンドのこの場所って全然変わってないな。すごい。そう、それで昔からこういう部分がいた、はい、設備があった。だからこれだけね、これだけいい環境、環境いいです。なのにプロ野球選手一人しか出てないんだもん。どれですか？これ。これ。いや、そう思いましたけど。だけど寂しいよな。まだもっとたくさん出て、いいと思うんだけど。残念。この中学校、カンパラ中学校。そう。あの何時に始まるんですか？ランプ。あれが何台もあるって、何気にお金かかってます。うちの中学校なかったから。そうだよね。でもこれは、だからあの時代からあるっていうことは、すごいよな。すごい。もう50年前ぐらい。うん、すごいな、そうやって考えたら。ね、なんか7台も経ってね。この場所は変わってないな。だからさっき言った今だからもう子供が少なくなっちゃって、今言ったは小学校、東小学校ともう一つ西小学校ってあるから、それが2つ合わせてここに生徒が来るわけ。やっぱ時代ですね。時代で少子ですね。少子高齢化。なんで地方なんかね、子供多くいてもおかしくないと思うんだけどな。まあそうですね、みんな東京行っちゃうんじゃないかね。そう、ああ都心にね、集まって戻ってこない、仮想化してて、ね、だけど暑いな。暑いですね。やっぱり今日は戻りますか。そうだな、ちょっと行きたい。そこ行って、行ってちょっとやってるかどうか。ハマトン行きたい。はい、じゃあ行きたい。はい、出れないかな。あ、ここ出れない。いや、ないでしょ。
もうずっと小学校の頃から野球やってたんだ。ずっと広瀬さんはいつからやる？あのやっぱりサッカー、サッカーもやってたの。だからあの我々の時はここの地域って、今の時代みたいに少年野球チームってはそうなかったの。どちらかというとサッカー少年チーム、サッカー少年だ。それで授業でも学校の授業でもサッカーはあったな。だからサッカーはサッカーもサッカーでやっぱ上手だったよ。いやいや本当に、だから野球うまいやつは何やってもうまかったの。まあ打って走って、それでここの中学に来て本格的にやっぱり野球の方が好きだから野球やり始めた。野球の方が好きっていうのに気づいたんですね。そう中学校で。じゃあ中学から野球本格的に。そう、いやここから出れないでしょ。ハマトン出れないでしょ。じゃあ車で回って、もし空いてれば、はい、教頭先生に挨拶する。じゃあ来て帰ろう。教頭先生ね、あれどこの学校もあれあんなに教頭先生若いもんなんだね。いやそんなもんですよ。いやなんかおじいちゃんだよね。なんか自分が学生の頃は教頭先生校長先生はおじいちゃんっていうイメージがあったけど、それは自分たちが学生だから。あんなに若かった？うーん。私もヤオリンと同じ感覚。そう、30代ぐらいじゃない？